心に質問されていました。アクロポリス博物館を視察される佳子さまの映像が入ってきました。まあ、この時も僕はだいぶ叱っていて、で、睡眠不足に支えられてますね。異性の人と握手しちゃうからですよ。で、好きな人の前で、その人の好きな服の色とかを選んであげなきゃなんないのに、その前に淡いケースがいない。みんな本当のこと分かっとって、コメント欄見たら分かる。動画で君の、カコちゃんが出てる動画、みんながどんなことをコメントしてるのか。あとは他国のあの身勝手にあの握手してきた男性とか近づいた男性、お前ら喧嘩、ほら後ろの男もすぐ笑いよな、淡井圭介に喧嘩売ってきてるんだよ、家の横通り過ぎたりしたんちゃうんか。もうこのヘラヘラ、もう黒い服着てる人間で、あの大体エロ業界の人間混ざってるから、黒着せられてるやつもう大体エロ業界の人間、三井住友銀行にもいたから、井上恭子や、そいつは金の流し口になってこの辺めちゃくちゃにしとうから。あ、この降りてくる時の、映像、本当は3回降りてきて男3人と握手してるから。最初僕が見た時の映像は金髪の人間、うん、これが本当って言ったんだと思う。で、その後ろに笑ってた男いたやろ、仕事中に笑ったやつ俺大っ嫌いやから。で、そいつも老人や、エロ業界のやつらとなんかあったやろ、仕事中に笑ったやつ全員疑ってるからな、全員捜査せえや。本当のこと出ましたって言った、そいつが笑ってるやろ、黒着てるレベルなんかこんなものや。黒着てるやつなんか俺は一緒に行動しないね。耳見てみ、ピアス開けとるわ。エロ業界側や。本当ですって言ってるわ。な。もうややこしいことしたらあかんから、勤務中身だしなみや。土星六方であるよ。そんな格好で仕事しちゃならないんだよ。それだったら議員だからじゃないんだよ。それ元にみんな基準作ってるんだよ。何映像途中でカットしとうねん。それ言われるから映像カットしようねんや。何回も言ってきとうからや。また言われるって思って。耳に何余計なものつけとうねんって。そんなもん家の中で旦那とデートするときにつけといたらええねん。このことを言ってるんじゃないですよ。ここでも僕は握手しないでねって言ってるのに、カコちゃんの方から握手してる。で、君が悪いっていうことを男性が言ってるんだけども、違う。それを受け入れた。ジジイ、手払わんかい。払うか、拒否するかや。握手してから君が悪い。セックスしといて、エロいことしておいて、君の方が悪いって言うのと同じや。これほんと、もう今のは使っちゃならない言葉だけども、言っておく。エロ業界の奴らは、そういうこと言って最後去りようから。アダルトビデオ出た連中、複数の女とやったやつ、小やぶ。もうこれ証言通報やから。それでもまだテレビ出てきた映像あった。警察官本当一体何しとんねん。で、こいつもあのテレビに出た人間、左手で、あとカコちゃんも役者関係、まあ負けていたけども役者関係で多分テレビ出てる。だから短いスカート履いてたから、だからそれが本当だから、もうそういうやつからテレビ出るから。浮気者やから。もっと他の男と、一人の男に絞られへんから、だから昔のあのキスの話と、将来を誓い合った話が全て嘘だっていう判定をコンピューターにされてしまう。これ本当、ほらもう笑いよ。楽しくなるよ。これで他の男ともっといろいろ好きな人増やせるで楽しくなっちゃう。ダイヤの多分浮気したんちゃうかな。その映像とか出てきて、イーソースもそう、それで、死んだこととかにして逃げよう。もう本当のことだけにしといたいね。何回かその本当の話が出てきとうから。まあ、ダイアナ妃だったかどうか、まあ、けど、もう、イギリス王室の、結婚した人で、こういうふうな人とこういうふうなことがあったとか、そういう映像とかも出てきてるから。さっき、昔からこうだからとか、そういうふうな声。だから、それを僕のせいにされても、呪いがこちらに来てる、淡井圭介の方に呪いが来てる。本当は君を持っておかなきゃならない、しゃあならないことだから。今隣にいる女性がそれを言ってくれてる。
隣にいる老人男性が鬱陶しい。もうええから。税金使ってお手つなぎデート、ギリシャの国民叱らんかい、その老人。国家問題や。喧嘩売りすぎや。ギリシャ、サッカー、スポーツ、永遠に勝てなくていいよ。その方がいい。もうやめとき。で、こっちでもできるだけ、もう僕の方から言うと、オリンピック解体したらええって。お前らスポーツ業界分かっとるやろなって。法廷出ろって。もともと本当は法廷だったんじゃないの。横浜 F ・マリノス。フリューゲルスとマリノスっていうチームが2つあったの。各都道府県に1つじゃないとダメだって言ったじゃないって。お前、その出元税金やぞ、スタジアムって。お前ら三振等以内の請求かけんぞと。それ受け入れろよって。ずっと返済や。ずっと借金まみれや。死ぬまでや。死ぬまで返済や。それせんかったら、永遠に、あいつらはスタジアムとか、今度次、スタジアムダメやって言われたら、バスケットボールの会場あんのに、体育館。まだ作るよ。人口少子化しとんのに。神戸市の、中央区の大倉山体育館、兵庫だったかもしれない、あの辺のところは。そこ線引き難しい。で、でも、もう中央区と兵庫区の境目なんよ。もう僕もよく分かんなくなる、地元の人間でも。生まれ育った、そこで阪神・淡路大震災まで。高校2年生、その年3年生の年まで。で、そこ5000人規模の、体育館で、世界卓球も開いと。だけども、前になったのは、準決勝、決勝とかそれぐらい。で、日本人選手が上がってきたとき。日本人選手いない決勝。ガラガラよ。そやろ？他国の人同士の試合なんかみんなお金払って見に行く。無理やって、最初から。それなのに、バスケットボールももともとお客さんあんまり入らないの。そんなに大した人気ないから。で、1万人規模以上の体育館を神戸市に作り始めて、スポーツ選手が仕事終わった後、スポーツ選手として建築業界に回りようから。で、建築業界しながらスポーツ選手してるやつもおるから。分かったやろ。自分でやめとけ。お前らも見つかったら終わりや。もともとがそうや。三振等以内の請求は本当にある。で、その内容を、規約しようとした裁判官、下ろすから。50億人の命がかかっている今の状況で、どちらの判断が正しいか、正しい判断ができない裁判官なんかいらないよ。世界中でな、国連の意思に背いて何が裁判官よ。